はい、プロレス大好き大集合。はい、始まりました。8ですよいやー、もう自立キッチンでもうたらふく食べて、そうです ね5時に行きましたからね出待ち3時間。いや、すいません、お疲れ様でした。もうね、今日は本当もうね、たくさん撮りましたからね、はい、いや、というわけで今日ははい、両国ですね。あ、そうですね、はい、4月7日日曜日の両国国技館の総括をしてみたいなと思いますね。ちょうど3週間前、ね、そうですね、ちょうど3週間前ですね、はい。私も実は当日のチケットを買ってですね、まあ、じゃあ行けるかどうか分からなかったんですけど、当日のチケットをパッと買ってですね、リンクサイドちょうど取れまして、ああ、なるほど、ね、まあ、いいところでしたね。一人で末席でしたね、うん、非常に良かったですよ、快適でした、うん、腰痛くなりましたけどね、末席がちょっと腰痛くなりますね。私一番後ろで、ああ、もう例の特等席、特等席で、もう、マスターシートっていうのがありましたね、特等席ありますね。後ろさん、ありがとうございました。はい、というわけで総括をしていきたいんですけれども、はい、まずですね、どっから行きましょうか。まあ、後の試合でしょうね、休憩以降の試合ですか、うんうん、これどうでした、これ、あの鈴木みのり、矢野徹、まあ、あの気がつけばこの鈴木みのりの、まあ、強さというか、あ、まあ、そうですね、まあ、その次のね、うんうんうん、まあ、タイトル挑戦の実績、ね、みたいなところ で、ね、まあ、幹部なきまでに勝ってもらわなきゃいけなかったみたいな、まあ、まあ、そうですね、ありましたけどね。まあ、逆にちょっと矢野君がね、うん、ちょっとなんかあんな感じで負けちゃっての、ちょっとなんかちょっとなんかあれですね、かませ犬系のなんか、そうですよね、そんなね、ちょっとその辺が匂いを感じましたけどね、うん、あ、そういえばほら、魔法ですよ。ああ、魔法だ、よかったね、よかったよかったよかった、魔法こけしえ、よかったね。なんか福岡もね、魔法出ますけど、うん、なんか噂によるともうそろそろ、あ、そろそろなんか復帰のようなね、ちょこちょこ復帰という感じの中で読みましたよ、復帰の方向で調整してるって、うん、みたいですね、うん、はい、そこが大丈夫みたいです ね、まあ、タイトル挑戦ですからね、まあ、あとの話ネバーですね、あの田中のね、田中のね、ネバーね、ネバー挑戦します ね、 いやでもね、この間後楽園ホールかなんかで、ね、真壁にぶん殴られたでしょ、裏で、そうそうそう、裏でね、そうそうそう、うん、でまたあれもドラマ作りますね、うん、いいんじゃないですかね、落とし前つけろと、うん、で真壁がパンチをして、うん、でこれで落とし前すんだと、うん、であとはファンの前でお前の姿を見せろと、うん、そうですね、うんうん、あ、まあ、やっぱりなんか真壁の真壁らしいというかね、うん、まあ、ほら彼はもともとね、大日本の時からね、うん、あのまあ大日本の時は彼メインイベントですから、まあ、まあそうですよね、そうですよ、やっぱりそんだけもすごい、そのいわば見せる試合を彼してきましたから、観客を引きつける試合というのはね、本幕の場合はすごくね、できるレスラーと思いますけど、本間君の彼の本選手 のマイクパフォーマンスはちょっとどうかなと思いますけど、判別のですね、藤浪さんよりわからない、そう、藤浪さんよりわかんないという、ね、これは判別のですね、まあでもね、非常に今後ね、また戻ってくると相当絞ります、イメージ復活というですね、ね、面白いかもしれません。体も相当絞りましたね。はい、だいぶいい体になりましたね。いい体になりましたね。うん、あとはゼロワンかなんかに出てたかな。出てました、出てました。うん、まあ、全日本で宮本選手とターメリックとか言ってるよりは、次に戻ってきた方がね。ですね。まあ、宮本さんすいません、本当にね。申し訳ないんですけど ね。まあまあ、いい試合しましたね。いい試合でしたね。これから見ものですね、はい、これね。見ものですね。うん、はい。次が、これですよ。後藤博之、永田裕二、桜庭。和志と柴田勝頼と、この試合ですね。まあ、いろんな見方もありますが、まあちょっと裏の意味では、ね、裏の意味では長さんに対してどうして商品を壊しちゃうんだみたいなところもありましたけどでも、長田さん自身もあれ不可抗力ですよね。まあ、そりゃそうですね。そりゃそうですね、うん、あれ、受け身を取れなかったっていう感じ、ちょっとね、切り返そうとしたんですよね、桜庭和志がね新日本さん的にはね、ゴーテンさんのチケットにはだいぶ結びつく人ですから、確かに確かに、ちょっと痛れ、大きかったね、ちょっと痛かったかなっていう感じですけどね、でまあ、長田さんも柴田がそれ貼られて何もやらなかったですね、まあ、あのなんかでやり返さないのは後藤もそうですけど、うん、まあ、あえて静観というか、静観というか、まあ、吠えるだけ吠えなさいみたいなところがあって、まあ、なんていうんでしょうね、今の勢いからするとあそこで別になんで長さんと後藤さんがやり返さなかったのかという印象は別になかったですけどね、まあまあ、まあ、言わせとけみたいな、いや私ね、貼られたでしょ、2人とも思いっきり殴られてたじゃないですか、うん、俺私だったら張り返したなと思いますけどね、その辺のなんかちょっとこうモノタレンさもあるんでしょうけど、あえてこのなんていうんですかね、そう、なんかちょっと不気味な感じしますよね、2人とも張らせたみたいなところがあって、
いやでも桜庭さんの手がもうあっちの方に向いてましたもんね。そうですね。手がでもね、まあちょっと非常にね危ない、うん。ちょっと危ない状況ですよ、ね。ちょっと時間かかりますかね。ねえ、ちょっとやっぱりね桜庭さんはまあ格あのプライドとかね格闘系でずっと来ましたからね。うんうん、ちょっとやっぱ受け身があまり上手じゃないですよやっぱりね。そうですね。中田さんも言ってましたけど受け身を一つ間違えると大変なことになるなと。でも中田さんはよく当事者になりますよね。いつもそう。ねえ怪我させる当事者。そうそうそう。あのちょっと裏取材しましたけど。なるほど。またか。またか。いやー、ね、まあ事故っちゃ事故ですけどね。事故っちゃ事故ですね。まあ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 しょうがないです、ね。まあしょうがないですね。まあでもやっぱりまあね小島さんの試合はアメプロっぽくて面白かったし。アメプロっぽい。そうそうそう。ね、あの何でもありかなと、ああいう大きな大会にはなってもいいかなって、ね、やっぱでも後半2つでしょ、後半2つはすごかったですね、これね、2つはね、どちらが良かったですか、どっちも良かったけど、やっぱね、この中村俊輔、デイプスミス、これはすごかった、あのね、やっぱりね、この間の、その新宿でね、はいはい、ちょっとあのとある会議で、ね、とある会議でね、いやもう後でこの後でちょっとよく聞きますけど、やっぱり俊輔は、うん、ああいうでかい外人をやっぱりやって、うんうん、やられながらも一撃必殺で仕留めちゃうっていうのが、うん、なんかかっこいいですね、かっこいいですね、うん、で体の大きさ全然違うじゃないですか、もう俊介はやっぱり大きいけど細いでしょ、うん、どっちかっていうと、でもデビー・ブイ・スイスの幅もあるしね、タッパもあるしね、うん、でもまあでかいですけどね、でかい、ああ俊介ね、うん、まあそれはね、タナさんとかやるとちょっと厳しいですけどね、まあまあそうですね、うん、そうなんです、いやでも激しい、いい試合でしたよ、いい試合でしたね、久々やっぱり中村のこのなんていうんですかね、やっぱりこう魅力がぐっと出て、ね、そうですね、やっぱねプロレスのいわゆる本来のあれですよ、あ持ってますね、いかにでかい外人をバンとやるかという、ですね、でその一撃必殺の技を持っているというのはメインベーターの証ですね、まあ連盟会じゃなくて新助ね、新助、新助いわゆる、まあ、猪木さんから始める一撃必殺でやるという、ね、そうですね、いやなんかあのボマイヤは猪木の、まあ、往年のね、あの縁石に近いものがありますよね、うん、それで最後メイベント岡田和志が楽しみ、かなり会場はねもう岡田取るんじゃないか、いやもうね、あの私が見てた周りの人たち もうみんな岡田を応援してました、もうそういう空気でしたね完全に、いやここまで岡田美意の人間がいるかと、いやもうそろそろっていうのもあったんじゃないですか、まあ、そうですね、うん、いやもうね高橋さん見ててちょっとねそろそろお休みかなって感じ、申し訳ないけど、あの2009年の自民党から民主党に変わったみたいな感じで、ね、そうそうそう、それがまず大阪交代ありきみたいな、ね、あそう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 てなわけで、でまあ岡田和志にね、岡田君に彼にやらせてみて、ね、やってもらってね、でどれだけ引っ張ってくれるかっていうね、うん、そんな感じですけど、じゃあそのやらしてみる第1回目の第1回目のねビッグマッチ、これドンタク5月の3日ですね、5月3日、これはね、意外とね、いや私あの、意外鈴木みのり大好きなんです、好きなんですよ、私あの、技術もそうですけども、そうですね、大好きなんですよ、あのまあ、もしかしたらですよ、もしかしたらみのる、鈴木みのりが取るんじゃないかっていうね、うん、まあ、岡田和志か鈴木みのりのね、この命名の話ですけど、もしかしたら。まあこれはごめんなさい、新日本のすごいファンの方というか、まあ僕も含めですけど、まあ見て、よく見ると、うん、こう一試合一試合がぐっとしびれるカードかって言ったらちょっとねっていうところあるでしょ、あのもう何度見ているカードがね結構あるし、そうですね、あでもこの後藤弘樹柴田は初ですもんね、まあ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 でしょ、だからそれからいくと、まあやっぱりね、セミ、あ、まあ、ダブルメインイベントですか、中村とベンジャミンの試合とか、ね、和親鈴木みのるに期待する期待は大きいですね、いやこれは期待大きいですよ、今回のねドンタクはね、うん、いやどういう試合してくれるのかです ね、いやもしかしたら、もしかしたらですよ、いやあの順当にいけば岡田和彦だと思うんですけど、順当にいけばね、でもねミラクルが、うん、岡田和彦、いわゆるミラクルが、鈴木が勝つのはミラクルですか、いやあのね、この今のね新日本の流れからいくとね、あこの新日本の流れからいくと私は順当に行こうかな、勝つから侵略者ですよ、鈴木になるって、うん、そうでも ね、そうだからこの流れから行くと岡田勝つ、でも前回の両国の時も流れが岡田勝つしかありましたからね、まあ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 そうですね、うん、まあ、前回その2月ですか、大阪で岡田が負けてるでしょ、鈴木による、そうだからまあそのでもう一回リベンジっていうのもね、シナリオ的にはありかもしれない、ありかもしれないけど、うん、ここでひっくり返ったらちょっと面白いですね、
なんかね、ちょっと期待してるのは、はい、なんかここらであのすごくなんか再編成があるのかなみたいなところはちょびっと期待したりする。なんか意味深ですね、その再編成というのは。どうなんですかね。まあちょっとスーパージュニアもちょっと前ですからね。ああ、そうですね。スーパージュニアも、うん、もう始まりますからね。ただそのちょっとね、うん、まあこれ多分次回もあれですけど、デビちゃんとかね、キングファレがどうかですね。デビちゃんファレ。それから NW はどうなりますかね、我々は。まあ、NW はまあ。いろんな契約の関係でやらないといけないでしょうね。まあまあまあ、ああいうほら、いわゆるもう、なんていうの、いかにもこのアメプロっぽいことを、以前の新日本だったらね、ちょっと受け入れませんでしたけど、ね、その土壌もできてきたことですから、OK なんじゃないですかね。コンウェイ の、リングサイドででかい外国人いたでしょ、ね、奴の方が強いんじゃないかなとは言っちゃってませんか。でも、なんかこれ出してみると面白いなと思うんですけど、セコンドやってたね。いや初めて彼見た時ね、デビちゃんと組んだ、うん、ファレ、うん、ファレかなと思ったんで、ちょっと違ったらしい、違うんですね、違いましたね、うん、ファレはまた前に現れてましたからね。出てくるんじゃないですかね。あのシュープロにも大男としか書いてませんね。ね、彼はちょっと気になりますね。まあそんな感じ、まあそんな感じですね。ズバリ松田さん、どっち、岡田和志か、まあ、僕も岡田かなですよ ね、 そんな気がしますね。多分流れとしてはそうなんでしょうけど、はい、これちょっとね、あのミラクルを、そうですね、ミラクルをちょっと起こして、また九州もね、うん、ちょっとやっぱりこのなかなか九州経済も厳しいですから、そう、まあ、金鍋が降らない、ああそうか、レイベーカー勝ってもらって金鍋降らないとまずいかな、なんとか期待して、はい、はいはい、まあ、というわけで、はい、ゴーテンさんは行かれるんですか？行きませんね、今回はね。あ、そうですか。ちょっと時間なくて行きませんけど、ペーパービューで。あ、ペーパービューでね。はい、あ、生放送しますよね、はい、確かね。感染したニコニコ動画かな。ニコ動画ですかね。うん、はい、ね、私も見たいと思います。ぜひ。はい、わかりました。というわけで。じゃあ、お金にかけて。お金にかけて。はい。まあ、ミラクルも少し期待しつつ、まあ、鈴木のこの最後のチャンスですね、これね。そうですね。うん。こういった意味でも年齢的にもそうだし。なるほど。うん、大集合にも金の雨が降りますかね。ああ、金の雨ですね。振りたいですね。振らせたいですね。振らせたいですね。ぜひ。ぜひ。はい。というわけで、今日はこれで、ひとまずは。ひとまずはこれでね、さよならと言ってくれました。じゃあ行きましょう。よいしょ。いざ！1、2、3、ダーン！